元日の午後4時10分ごろ発生した能登半島地震。震度5強を観測した佐渡市。揺れからおよそ20分後の両津港では、漁船が津波に流されないよう沖に向かっていました。両津港周辺の地区は海と加茂湖に挟まれ、海抜1メートルから2メートルほどの場所にあります。60年前、この場所に押し寄せた津波を目撃していた人に話を聞くことができました。ちょうどその後、この加茂湖へ入っていく水の海のこの潮の流れで、車が1台流されて加茂湖の中へ流れていきました。軽自動車ですけども。1964年に発生した新潟地震。佐渡市では両津港に高さ2メートルの津波が押し寄せ、およそ400軒の住宅が水に浸かりました。法里末吉さんは当時23歳、佐渡汽船に勤務し改札係をしていました。地震の後に押し寄せた津波を目撃、写真に収めました。向こうの流れないところは一部ですけども、横切ってですね、町の中を横切って加茂湖へ少しだけども水が流れていってましたね。はい、潮の引いた時にちょっと海の中を覗いてみたら、魚がピチピチやってました。今だったらとても怖くてそういう行動を取れなかったと思うんですけども、当時は津波ってことを知らなかったもんで。能登半島地震では佐渡に向かって伸びる震源断層がずれ動きました。専門家はその一部に動いていない割れ残りがあると指摘しています。その断層が動いた場合、津波が佐渡などに押し寄せる可能性があるといいます。さらに佐渡に近い断層の動きに注目する専門家もいます。東北大学の遠田真嗣教授は能登半島地震の後、どこに歪みが加わったかを分析しました。暖色系の色の場所はその力で断層がより動きやすくなった、つまり地震が起きやすくなったと考えられる場所です。断層を大きく動きましたので、その東の延長の、佐渡の沖合の海底の活断層、こちらに若干の歪みが加わった可能性が高いです。それから逆に西の方は志賀町の沖合の活断層ですね、石の規模が非常に大きかったので歪みの変化量が予想以上に大きいというのが分かりました。佐渡市の海岸沿いには海と丘陵地に囲まれた集落が点在しています。もう支度してます。ああ、逃げられるように、もういろんなものも毎日少しずつ入れて、まだほら欠片が残ってるっていうんでね、年取ってやっぱりやっと動いてるのばっかりおるから、なかなかきついと思うんですよ。それは怖いですね。佐渡市小木の宿根木地区、細い工事に木造の家屋が並び、高齢者を中心に50人が暮らしています。区長の柴田博文さんによると、能登半島地震の後津波が集落の港に到達していたそうです。コンクリートがありますよね、そのあたりまで、もう波が来たと打ち寄せたっていうの、2メートルないし 2.5 メートルぐらい上がったのかなと。佐渡市が制作したハザードマップの想定によると、宿根木地区には
高さ5メートルから10メートルの津波が最短で5分以内に到達するとされています。住民は事前に決められた5つの避難路を使って高台に向かうことになっています。お年寄りはきついですよ本当にここを歩いていくにはかなりの勾配がありますから。3分ほどで海抜およそ30メートルの高台に出ることができました。宿根木地区は年に2回避難訓練をしていざという時に備えています。最低限のものを持ったらもうすぐさま逃げる。だから日頃のまあ訓練と自分自身の意識の高さをが一番大事なのかなと。もう一つ心配されるのが集落の孤立です。専門家は今回多くの集落が孤立した能登半島と佐渡は地形が似ていると指摘します。今回も能登半島地震の沿岸集落かなり孤立してで道路がないっていう崖が崩れて、地滑りも発生してということで、佐渡も能登と同じでですね、海岸沿いをこう一周する道路で普段の交通網ができてますので、本当に能登と同じような被害をそのまま大佐渡に持ってくるとか佐渡に持ってくるというような状況になるというふうに思います。佐渡市荻の深浦地区集落には車が通れる道が一つしかないため、大地震の後の孤立が心配されています。これが地震で崩れると、もう何もなくなってしまうんで、逃げ場所がないんですよね。で後ろの山も切り立ってますから、落石とか倒木があると、どこにも行けないんですよ。ね、病人とかが怪我人があった場合は大変困るんですけどね。佐渡市は孤立の可能性がある集落に事前に災害食などを配備することを検討しています。孤立が長引いたときは物資の補充や病人の救急搬送などが課題となります。漁港とかがダメな場合はやはり自衛隊に応援要請して、空からヘリコプター等で、物資の支援また救助等を考えております。で、その際に、ヘリコプターとかが、降りれるかそういった、場所もやはり確認していく必要があると考えております。能登半島地震の教訓を次につなげるため離島の実情に沿った備えが求められます。